ナミビア防衛軍の旗ナミビア国防軍はナミビア共和国の軍隊。米軍の指導の元爆弾処理の訓練をするナミビア防衛軍の兵士ナミビア国防軍は陸軍、海軍、空軍の3軍から構成される。首都ウィントフークの国防軍新本部は北朝鮮の万寿大海外開発会社が建設を受け負っていたが国際的な制裁の影響により2017年時点で 建設工事が中断している。兵力は陸軍9000名、海軍200名で、この他に準軍事組織の警察や国境警備隊6000名を要している。スワポの軍事部門であるナミビア人民解放軍とアパルトヘイト政権下の南アフリカの区別である南西アフリカ共同防衛軍という23年間敵同士だった2つの組織が 1990年の独立時に統合して成立した。空軍の設立は1994年、海軍の分離は2004年のことである。ナミビア軍特殊部隊編成は以下の通り。保有装備は以下の通り。ウェアウルフマークに装甲車ナミビア海軍の艦艇所属艦艇については、ナミビア海軍艦艇一覧を参照のこと。基地がウォルビス米に存在する。 保有機体は以下の通り、以下の不評部隊のほかに、作戦補助部隊、憲兵隊、音楽隊を保有する F7 戦闘機保有機体は以下の通り、特殊予備部隊。ありがとうございます。